さよならありがとう声の限り、悲しみよりもっと大事なこと、去りゆく背中に伝えたくて、ぬくもりと痛みに間に合うように、このまま続くと思っていた僕らの明日を描いていた、呼び合っていた光がまだ胸の奥に熱いのに、僕たちは明けまして申し訳ございませんでした。一夫多妻太郎です。おつかるまカルマ次郎です。はい、じゃあね、新しいの始めていきますよ。はいはいはい、レッドラッドベア。いや、発音いいなネキクラの。レッドラッドベア始めていきますよね。はい、今日もゲーム持ってきましたよ。あー、ホールガイズ。違う違う違う、障害物を避けてゴールにたどり着け。違う違う、それさっきやってフリー。テレテテテテテ。よし、今日はね、ゲーム持ってきました。リトルナイトメアということでね。まあ、来月ね、2が発売すると。そう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 。ということで、1をやりましょうと。そう、1をやりましょうと。まあ、いうことなんですが。が。ここにね、あの2人プレイの弊害が出てきたと。出てきましたよ。ああ、私、初見プレイ。ええ。あなたは？キプレイです。どうすんだと。そう、リリース当初に、もう俺やってんだよね、1回ね。ただ、もう、全然覚えてないけど。覚えてないけど、多分ね、やったら結構思い出すかもしれない。はいはいはい、まあ、まあ覚えてるよね、大体ね。というわけで、まあ普通にやってもね、ちょっと面白くないでしょうということで、いうことで、こちら、ここには金色に輝く、品目スピリッツテキーラと書かれているものが今目の前にございます。はい、原産国はメキシコと。ね、アルコール分が、まあ、40% ということでね。はいはいはい、はい、クエルボが手前、目の前にございます。噛むぐらいにはビビってんだけどね、今ね。でだ、まあ、ちょっと企画の説明を、はい、はい、カルマ君の方から。はいはいはい、はい、死ぬたびに、はいはい、こちらのテキーラワンショット、先ほど100均でね買ってきました。ショットグラス決めていきましょう。交互にプレイして死ぬたびに、死んだらテキーラ、はいはいはい、ワンショットね、ワンデスワンショット、ワンショット正しいよ、はい、正しいよ、正しそう。まあここでまあ初見とキプレイのね、そう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 、まあ、まあ差をつけていきましょうと、うん、いうことで、まあ本日ご用意しました、はい、デスポイントと、デスポイント。はい、このデスポイントというものが、お互いに設定した分たまったらノームということにしましょう。私初見なんで、うん、まあ、デスポイント3たまったらね、はいはい、まあ、つまり3回死ぬごとに、うん、まあ、ワンショット。そうだね、うん、3ですワンショット。うん、君はキプレイなんでワンですワンショットでいきましょうかということでございます。お前ほんとさ、なんだろうね、酒大して飲めねえのに飲むよね。不用意に。好きなんですよ。好きなんです、好きは好きなんです。でね、まあそのあなたスリーカウントするじゃない。はいはいはい、はい、で、なんつうんだ、どうせね、スリーカウントとか覚えれないから、今なんだっけってなるから。なるほど、そこでそういうことか。これです。もうね、買ってきました。ちょっとね、右の目線の端っこにずっとあったの。ダイソーご褒美メダルセットって書いてあるやつ。金銀銅とございますんで、うん、はいはい、ということで趣旨はそんな感じですね。じゃあそんなに、まあちょっとね、企画要素がある、はい、Red on Red Man、 ということで、はい、やっていきましょう。リトルナイトメア無限飲酒編
ほい、スタート。オーク。オーク開始。なってるなってる。もうね、ちょっとしたのに、え、もう始まってるこれもう。うん、始まるよ。じゃあ。始まってる。あ、いや、始まってます。やっていきましょう。まず俺は操作が分かんないんだ。はい、バツでジャンプ。はい。あ、しかもこれはオークって概念があるのね。ある。若干ある。ヘイヘイヘイ。基本まあ右に進んでいく感じだけど。承知承知。はい。よし。あ、これあんまり死んじゃダメなんだった。そうだよ。そうだそうだそうだ。うわ、ん、ほーっつって今行く予定でしたが。いやいや、もう行っていただいても構いませんよ。うわ、怖っ。ほのぼのファン。うわっ。お前の声にビビるわ。あー。あー、なんか怖い怖い怖い、ここ。なんかダメージジーンズ加工してるとこみたいな。え、あ、うわー、何何にビビってんの？あの後ろの影。これは、あ、ついた。あ、これ、あ、ついたついたついた。全然覚えてないかもしれない俺。で、捕まるのがこれっつったか。あー、はいはいはい。あ、そうそうそう。はい、そんな感じですね。すごいインサイドじゃん。そう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 。まあ、おかげさまで大好評いただいてるインサイドは。あの、事実の捏造は可能だからね。まあ、ぽいよね。まあでも、うん、スタンスはすごいっぽいね。うん、うん、うんうん。上、これは壁ジャンプとかはできない？できないできない。マリオみたいなことはできない？できない。インサイドもできなかったでしょ？できたよ。嘘。マジ？うわー、おらは？雨？水だね。ハミーサンサン。もうおぼつかねえんだ、はい、あ、視点変えれんだ。あー、若干変えれるかもしんない。おら、あんまり覚えてないわ。うんだだだだ。これも やったの2年前3年前ぐらいだから。あー、もう引きだよ、もう絵が。あー、うん、ですよ、暗いんです。そう、結構暗い場所は多いかもしれないね。あ、そっか、奥があるってことはこういうのも。ああ、でも何もないの。まあでもこれわかんないけど、先に進む。今んとこさ、うん、死ぬみたいなよ。おーい。おーい、おい、何にびっくりしたの、ちなみに。え、空中に空中に浮く椅子。なんか人とかいそうな匂いしたじゃん。あ、なんか、いやいや、確かに。しただろ。うん、うん、そうだね。しただろ。あ、なんかちょっと普通に怖いなこれ。ベッドで遊んでんじゃねえぞ。ベッドで遊んでいいのはお前二十歳以上だ。お、それはどういう意味ですかね。セックス。マットで遊んでいいのは。マットで遊んでいいのは何歳以上。ね、18歳以上。なんでちょっと緩和されたの。トイレットペーパー。うんうん。いや、いいね、幼女とほぼ同等のサイズのトイレ。どう、トイトイ。いえ。いやいやいや。まあ待てって。安心しろって。いや、ああ。いや、うん、わかるんだ。あそこ開けろっていうのをね。あ、はいはいはい、これで。そうだね。いや、いや、ダンサーインザファイターみたいなやつじゃん、これ。ダンサーインザダークだ。うん。ちょっと難しいな、これ、そして。これでいいのか？これで満足なのかお前は。ああ、いけんじゃない。で、ピュッと。
なんか怪しかったけどな、今判定だいぶ判定怪しかったけどな。ちょっとね、リプレイ検証が必要かもしれない。なんかちょっと傾いとらん？傾いとるね。わあ、なんか手形がある。あ、いやだって。あ、くえ、おおおいい、なんかいた。え、おお、登れた。あ、なるほど。いや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 、怖くない？普通に。ああ、うわ、びっくりした。うわ、ちょっとちょっとちょっと、うわ、え、お前は何？びっくりした。これはいはいはい、わ、なんすか、戦うの？何、どれどれ、このなんか今上から落ちてきたなんかゲジゲジみたいなやつ。いや、わかんない。いるかい？もういないんじゃない？いや、いるんだ。いる？うん。あ、どこにいんの？左側に。いー、ああ、ほんとだ。やだー。あの、スルーです。ああ、パンチとかしたら勝てるかもしれない。パンチどん、いかようにしてパンチをなさるんですかね。まあ、なんかこう願って、うわぁ。いや、ちょ、まぁ、いや、ちょっと待って、本当に待って、本当に待って。ちょっと声帯持たんて、これ。ちょ、なんもない。うん。あ、こうか。あれば、ね。違う、ジャンプして、お前。ああ、はいはいはい。はい。上にいるー。あ、ほんとだ。タツの落とし子みたいな。危ない危ない。来ないんじゃない、あれ。来ない。来ない。やるな。お前の声がめっちゃ怖いわ。こうか。いや。はいや、死んではねえんだ。いや、待って、いやだって。ま、いや、本当に待って。開いてねえし。本当に待って。お、いい感じ、待って、無理だから。ありがとうございます。ワンメダルゲット。私今銅メダルをいただきました。これ本当に分かんない。今まずクリアできるあれがなんで、これ多分板がついてるでしょ、奥にかい、そこに。はい、これ引っ張れたりはしないよ。ああ、これか、こうか、押すのか。ああ、ああ、押すんだったか。ああ、ああ、引っ張るんだと思った。やった。ああ、危ねえ危ねえ。はい、いや、もう早急な。ああ、なんかいる。いいね。いい感じだね。ノイズ乗ってるけど大丈夫、マイク。ゲートが多分隠してくれるよ。あ、そうか。隠すか、それ。なんとかなれよ。これは何？暗いね。ちょっとな、だいぶ暗いね。だからまあ、デフォルトで明かりが用意されてるのはそういうことだね。大丈夫？それ。ちょっと見えないけど。痛い。ああ、なんか明るくなった。うん、ああ、動画的にはありがたいやつ。で、いや、ありがたくねえやつ。走るって書いてる。本当だ。走るって概念あるね。オッケー。あの、もたついたな。危ない。
思ったよりえぐいかもしれねえな。カノ君、これやばいよ。このルールでやったら。とりあえず飲むんだろ。とりあえずまあまあまあ。先ほど、まあ、すでに用意されている、うん、デモンストレーションでついたやつありますから。よし、じゃあ美味しくいただきましょう。はい、はい、えい、始まりました。はい、じゃあ答え。はい、答えかい。だって飲んだもの。OK。 じゃあやっていきましょう。はい、じゃあカルバ君頑張って。カルバプレイ。うわ、口の中、うわ。ミースティックはカメラね。四角？あー、あと R2 ね。四角で走ってたね、さっき。プレイとは。いやー、これ結構むずいかもな。なんか、インサイドの方が難しかったよとかお前言ってたけどさ、うん、全然インサイドの方が難しくなかった気がしてるよ、今もうすでに。ほんと？よし、OK。おー、巨大扇風機。来ました、巨大扇風機。そんで、しゃがむがこうだね。L2 だね。おお、びくしゃ。いや、これむずいね。おー、びくしゃ。はあ、さようでございますか。ベッドのシーツみたいなので。いや、俺どっちかっていうと超ロングヘアのお酒なんだけどこれ。マジで。どこのラプンツェル。もう一回やってもらっていい。どこのラプンツェル。ハートが強いね。そうだ、髪を切ってなんだっけ、ショートヘアが一番燃えるよみたいに言うやつだね、ラプンツェルって確か。え、知らない、俺のラプンツェル。それ知らない、俺のラプンツェル。なんちゅう知らないだね。うわっ、あ、やったやった。よし、ついであげようね。ついであげよう。やばいかもしれない。はい、やばいかもしれない。これはちょっとやっぱさすがに、あんだけお前始める前のさ企画の相談段階で言い切ってたのに。死ななきゃいいんでしょ。俺キプレイだしクリアしてるし死ななきゃいいんでしょ。俺のプレイかフィジカルかってめっちゃやってたじゃん。いや、はい、死ななきゃいいんだろ。一銅メダル。よし、じゃあ新年初ショット。ああ、はい、いただきます。どうぞ。動画のテンポ的には最悪なんだよなこれ。聞くなこれ。ちなみにカラマ君は3キル3倍で俺に交代だからね、プレーを。え。当たり前でしょ。そうなの、うん、なんで。やっぱ。いや、なんか思いのほかお前プレイしててもサクサクいかないから別にもういいと思う、それで。マジか。今日帰れねえぞこれ。よしよしよし。じゃあね、今日の収録ね、これは1本目なんですけれども、いやこれ今日何本取りだめするか分かりませんが、先に申し上げておきます、ここから我々どんどん崩れていきます。はい、地獄、乞うご期待、カミングスーンということで、リトルナイトメア無限飲酒編、はい、始まりました。交互期待。期待できねえよ、自分たちが一番。酔った時の素材の悪さ、あんなに知ってんのにね。